そういう本当に貧しい時代のことを歌ったもので、やっぱり出稼ぎでちっちゃい女の子が出稼ぎに奉公に出されて、あれですね、子守をするっていう、で早くその子守を終わって家に帰りたいっていう歌詞なんですが、いろいろな解説がこの曲ありまして、ちょっとまだ謎の部分が多いんですけども、非常に美しいメロディーラインと日本語が本当に綺麗だなと思うので、今日、歌わせていただく運びとなりました。硬いですね、MC がまるで新郎新婦のあれみたいですね運びとなりましたっていうと、拍手でお迎えくださいみたいな、誰が来るんだそしてですね、ここが MSG の、まあ、自分たちで言うのもなんですが面白いところかなと思うんですけども、MSG メロメロメドレーっていうのがありまして、今のところ3曲ほどそういった感じでやってる曲あるんですけども、ハビー・ハンコックの初著公開メイデン・ボヤージという曲の雰囲気をそのまま、うんうんうんって引っ張ってきたまま、武田の子守唄っていう曲にこう入っていくんですね。そうするとものすごくマッチするわけでございますよ。今度はマッチ別にタヌキントリオのファンじゃありませんけどもすいませんね、もところところ熟女の、ね、知らないよ。あ、そうか、ヤングなみんなは分かんないか秀樹感激とかも、そうか、それではですね、そのハービーハンコックの雰囲気をぐーっと持ってきたまま、日本の昔の名曲がこうまたにゅるーっとこう混ざるこの感じっていうのが、まさに熟女なメロメロメドレーっていう感じがするので、そのあたりもお楽しみいただければと思います。それではハビハコクのメイデンボヤージから武田の子守唄と続けてメロメロメドレーお届けいたします。
メドレーで、ハーフ百国の書状公開のままちょっとぐにゅっと武田の子守唄へとつなげてみました。